皆さんこんにちは、モンキーマジックです。どうもどうも。10月ね、いよいよ僕たちモンキーマジックが台湾でもね、ライブということで、今、準備真っ盛りなんですけども、最近のモンキーマジックということで、ちょっと怖い話。怖い話突然ですけど。なんで怖い話。俺初めて日本に来た時に、あの恐れ山ってあるじゃん。恐れ山ってね、有名な場所あるんですよ。青森県にね。青森県に、日本のとてもあの聖なるというかホーリープレイスなんですけど、みんなのね、先祖が、集まってくるんですよ。エルビスもいる。まあいるかもしれない。いる。イタコさんっていうね、イタコさん、おばあさんにね、こう電が乗り移ってお話できたりとかするんですよね。とてもこう、まあホーリーじゃホーリー、スプーキーじゃスプーキー。で、僕あの初めて日本に来て7月だったんですけど、8月にね、あの青森県に住んでたから、8月にちょっと観光しようかなって休み中に。で、一人で行ったんですよ。で、恐れ山って普通500円かかるっていうね、を読んでたら、もうドアが開いてるわけ。だからラッキーと思って、今日安い。今日はタダなんだと思って、はい、ってね、あっちこっち歩いてて、しかも誰もいないよね。誰もいなくて、あそこの場所って本当に不思議な感じなんですよ。で、歩いて一日やって、まあ、次にかな、学校に戻って、仕事に戻って、みんなと話しててね、あの休み何したのって、ああ、それさん行ってきたっつって、行っちゃダメだよって言われて、あの先祖がこうスピリットがつくんだよって、おそらくこう僕に皆さんの先祖ついてるはず、怖い話だよ。だからドア開いてるのは、なるほど、来て全国に行くって。なるほどね。その日は、そっか、その日だけ開いてるんだよね。そうなの。無料で。そう、無料で。まあ、ワンウェイなんだけどね、ほんま。もっと怖い話あるじゃん。怖い話ね。たくさん怖い話好きでしょ。大好きだね。ゾンビ好きだから。10月から、そのほら、ウォーキングデッドが、新シーズンが始まるから、そうすごく楽しみにしてるってことぐらいしかないから。逆にこう、怖い話を待ってるぐらいの感じ。いいらしいよね、でも。ね。面白いよ。私、台湾でやってるのがあるわけですよ。見れるでしょ、みんな。絶対やってるでしょ。ね、ぜひチェックしてください。チェックしてください。10代する。モンキーマジック。10代する。モンキーマジック。はい、ということで、モンキーマジックでした。はい、じゃあ。